親に紹介したいから玲子さん一緒にどうかなと思って。それってプロポーズじゃない。テレビ放送に続き映画化。白鳥玲子でございます。鍋に塩ひとつまみ入れて。あなた力士？緊張しちゃったのかな。結婚だと？絶対認めるぞ。まるでロミオとジュリエットだわ。二人ならどんな壁も乗り越えられるさ。私たちの愛はますます深まるわ。そこに現れたのは、はじめまして、ビジネスにしか興味のないエリート御曹司の桐生だった。俺と結婚しろ。結婚するのであれば白鳥グループに融資しよう。白鳥グループは崩壊の危機なんじゃ。分かってくれ玲子。玲子さん、結婚しよう。哲也君、私いけない。そんなの俺は認めない。好きって思いだけじゃ許されないんだよ。哲也、お嬢様は白鳥家をお救いになるお方なんです。俺もどうすればいいか分かんねえよ。こういう形の愛もあるって初めて知りましたよ。あの世界のお嬢様が劇場版でさらにパワーアップ。あなたは運命の相手信じますか？白鳥麗子でございます。ザ・ムービー。